よ、入るんだったね。よいしょ。なか。え？どうしよう。時間。実際の交通規制に従って走行してください。出せんのかなこれ。
実際の交通規制に従って走行してください。実際の交通規制に従って走行してください。左方向です。
方向です。ああ、糸引いてる。いやいや。やばい。行けねえ。
眠かったしやろ。
わあ。どこだ？今んとこじゃねえの？あー、わかんないよそれ。ああ。
その先、左方向、出口です。左方向、出口です。いや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 、ああ、ああ。やべ。
なんでしたの？なんでしたの？違うな、これじゃないの。あれ？右方向です。
きり。右にレーン移動が必要です。眠っ。ちょっとこれ終わったら寝よう。久しぶり眠気が。右方向です。
直進方向です。よいしょ、うん、いい音してるね。
よいしょ、なんか来てる。こんばんはです。Good evening. あ、チャットは出てない。はいはい、こんばんは。あれ？嘘？え、見えないんだけど、チャットが。え？あー、あのちんちゃん。おはよう、あれ？え、あのちゃん、もう一回打ってくれる？あれ？テスト。あ、出た出た。ごめんごめん。5。はい、おはようございます。ちょっと待ってね。ちょっと待ってねっていうか、今、ディスコード来ちゃって。来ちゃって、まあいいんだけどね。元気してた、あのちゃん。あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。はい。Happy New Year. Happy New Year.今年の目標は。今年の目標はって、俺もあれだけど。実は1ヶ月休養取ってまして。あ、なんか聞いてたよ。行こうかと。なんかツイッターで。Actually, I've been taking a rest for a month, so I'm going to do it. なんかお休みするって言ってたよね、なんか。体調悪かったの？はい。Yes. ねえ。うん。大丈夫なの？俺が大丈夫なの？あ、いろいろと。まあね、悩める年頃のお嬢さんなので。あれ？これさ、声大丈夫？俺の声と大きくない？他の人
人とかに比べてそんなことないのかな。マイクブースト入れちゃったんだけど大丈夫？はっきり聞こえればいいんだけど、ちょっと俺最近喋り方もきつくなってきて、で喋るのが辛いというか、なんかこちらで調整できるので。あ、本当？ Because it can be adjusted here。 なんかゲーム音がデカすぎるとかない？バランスだ、要はバランスだけどうなのかなっていう。バランスがね、悪いとね、なんか聞こえにくいというか、やりづらいというか。よいしょ。個人的には声が聞き取りやすい方がいいので、声のままでいいけど、人によってはトラックの音聞きたい人もいるかも。あ、声が。 Personally, it is better to hear the voice. OK, OK. Some people may want to hear the truck sound. トラックの音が小さすぎる？そんなこともない。あ、人によってはでもそうだよね、トラックの音聞きたいっていうか。ちょっと大きくしてみるか。いや、今まで大きすぎて、大きすぎたんだよね、多分。これで、あ、大丈夫かな。そうそう、なんだっけ、バランスが難しいよね。この間の、前回のビデオを見たら、あんまり俺の声聞こえてなかったし、もうちょっと小さくするわ。こんなもんでいいかな。個人的にはいいと思うけど、エンジン音聞かせたい人もいるし、個人の好みかなって。はい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 。I personally think it's good, but some people want to make the engine sound and the personal preference. なんかもうずーっと爆音って言われてたもん、言われてたからさ。爆音でもいいんだけどさ。マイク使わない人はね、爆音で全然いいと思うんだけど。いいね。あ、そろそろ寝るの？ちょっと俺どうしようか、今日眠くってさ。これでおしまいにしようかと思ってるんだけど。もうほんと個人の好みになりますけど、うん、爆音より静音でシックな BGM かかってると好き。あー、レッチかー。ダメだ、俺軍歌とかかけちゃうから。ちょっと厳しくて。それはそれでよき笑。その BGM がさ、ダメな時もあるじゃない。ちょっと今調整っていう探してると感じかな。なくて、なくて、あるんだけど。私はフリー音源です。いや、そのフリーがさ、このフリーだと思ってかけてんだけど引っかかっちゃったりするのよ。どうしようかなと思って。そうなんだ。そう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 、あるんだよね。ちょっと音源関係ちょっと難しくて。YouTube とかもね、YouTube もうちょっときつくて。アメトラの配信者いなくなったね、なんかね、だいぶ。あ、正月休みだからか。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。なんか誰もやってなかったもんね。俺しかやってないでしょ、多分。
お正月明けたらまた出てくるんじゃないかな。そうだよね、多分ね。I guess it will come out again after the new year. ああ、始まった。個人的にはアメトラもユーロもトラックなのでどっちも見ます。まあ、俺もどっちも見てんだけど。アメトラとユーロはトラックス、so I will see both。ダメかな、行かないかな。眠いの大丈夫ですか？Is it okay to be sleepy? これやめたら、これ終わったらやめるかも。暖房が入ってるじゃん。いや、暖房で眠たくなっちゃうんだよね。ちょっとだから、一回これやってから、ちょっとまたなんかやるかもしれない。休憩して。か、寝るか、ちょっと相談する。自分の体と。夏はね、まだいいのよ。夏はまだいいのよ。冬だと、暖房で眠たくなっちゃうんだよね。には寝ます。まあやっぱそうだよね。それがいいよ。俺だって朝5時とか6時だもん、寝るの。本当体調おかしくなるで、しんどい。まあしょうがないんだけどさ。それにしてもなかなかアメリカンなトラックですね。あ、これでしょ。あれ、見たことなかったっけ、これ。あ、違う。そのカラーリングは見てないかも。え、本当に？まあ、使ってる人あまりいないよね、多分ね。昼間はこんな感じ。グッドイヤー。これクリスマスの景品だよね。色合いがアメリカン。The color is American. いいでしょう。そう、これ、なんだっけ、GMC っていう、この、なんだっけ、トラックチームがあるんだけど、モッドのチームが。そこの、その、カラーリングに、よいしょ。この光らせるやつは別のモッドでつけてるんだよね。そう。これが使いたくて使いたくて。で、ピータービルドが大好きなので。もっと血行入れてるんですか？今120個ぐらいかな。うん。120個ぐらい入れてる。多分このピータービルド作るのに10個ぐらい入れてるのかな。マップがさ、ほら、こういうマップだからさ、なんかニューヨークとかワシントンとか、カナダとか、この、全部つなげちゃってるマップだから、もうこれだけで50個ぐらい入れるんだよね。うん。で、このラッパとかライトとかさ、一個ずつ入れなきゃいけないんで。で、この UI のボタンとか、このマークとかも、これモッドで全部やってるんで、100
120個ぐらいいっちゃうかな、どうしても。アプデでおかしくならないんですか？あ、なるんで。なるんで、そこは一回戻し、古いバージョンに戻して、で、もっと外して、で、新しいバージョンにアップして、とかって、こう、その、やります。うん。その、独特のやり方で、一生懸命、こう。なんか大変そう。あ、大変大変。Seems to be very difficult. 大変大変。うん。大変だね。あ、でもこうやって走りたいので、このトラックがいいので、そう、このトラックはいいので、このダイスとかね、まあそうですよね。好きなトラックで走りたいのはわかります。あ、どうしてもこの、That's right. ギア抜いちゃった。前なんだっけ、ボルボを乗ってたんだけどね。で、ケンワークス乗ったんだけど、ケンワークスが意外と、ちょっと似合わなくて。右にレーン移動が必要です。え、どっち？これだ。ボルボって確かユーロでもありますよね。そうそうそう、あるある。You're the only Euro, right? なんかピーターベルトが一番運転しやすい気がする。その先右方向です。多分変わんないと思うんだけど、車軸とか長くすれば別だけど。アメトラといえばボンネットでしょうけど、私はボンネットあるとわかんなくなっちゃう。あ、これね。It's a hood, but I don't know if there is a hood. なんだろう、感覚から？俺も見えてないんだよね。正直話。前が長すぎてわかんないので、例えば、まあ、こうやって車が前にいたら、どこで止めるかって言ったら、こんな感じに近づけてって、前の車のテールランプが消えたぐらいがちょうどいいかなっていう勝手なっていうか、まあそういう感じに。なるほど。So that's it. 見えてないんだよ、俺も。いや、見えないよね。だってこんな高いんだもん。そうそう、そういう感じ。まあ、教習所行くと教えてくれるよ。テールランプが消えるぐらいがちょうどいいとか。おう、なるほど。
まあ、教習所行かない人もでもいるもんね。行く必要ないもんな。あと、まだ行けない人とかいるもんね。年齢がまだ18歳ない、18歳だっけ？なってないとか。18以上ですね、免許は。そうだよね。It's 18 or more, right. あれ、まっすぐ行けない。バイクが16歳だったかな。そうそう、16歳。I wonder if my motorcycle was 16 years old. もう16歳で免許取って、遊びまくってた。パソコンも面白いけど、バイク乗って遊んでた時は一番面白かったかな、ほんとに。今みんなね、学生で免許取るとかって少なくなってきちゃったけど、あとやっぱ高いし、親反対するもんね。うん。こういうラッパつけたかった。直進方向です。いいですね、わら。いいでしょう。これは公開されてるんじゃなかったっけな。アメトラで。それで公開されてるよ。割り当ててないからな。I haven't assigned it.ああ、なるほどね。あ、でもね、これラッパーはね、モッドなんで、まずモッドを探してこなきゃいけない。え、結構古いモッドだと思うよ。サルベージしないとダメかも。このパネル周りが今光ってるんだけど、これとかサルベージしてきたんで。左に電移動が必要です。その先、メーターたくさんはかっこいい。これすごいよね、これ。もうわかんないよ。何見ていいか。まっすぐでいいのかな？まっすぐでいいんだよね、多分ね。これ2回目か3回目なんだけど。なお、こうゴールフラッグになってるんだよね。何気に。ちま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 改造してる。細かいわら。これももっと入れなきゃできないしさ。でも昔とか大変で、CD とか DVD で買ってた頃って、モッド入れて失敗すると、もう一回、アンインストールしてインストールとか、
で、今みたいにサブスクできないんで、直接上書きするとか、そう、昔はしょうがなかったんだよね。なかったんです。チームも、ないとか、まああったかもしんないけど、いや、あんまり知らなかったとか。Steam ない頃はちょっとわからないです。I don't know a little when no Steam。これ普通に行くと分からないのよ。これアロチン来たことある？来たことあるこれ。ないかも。これ気をつけた方がいい。普通に来ると曲がれないからね。これはやばい。This is dangerous。これも普通に行くと曲がれないんで。まもなく右方向です。後ろこんなになってるからね。右方向です。後ろ、まあこんな感じだから。で、これ入るときも、これ思いっきり外回っていかないと入らないんで。え、引っ掛けちゃうかも。大丈夫か？引っ掛けてるな。目的地周辺です。あ、よかった。あのちゃん来てくれたから、眠気覚めたっていうか、なんか、居眠り運転せずに済みました。よいしょ。最大の敵は睡魔。睡魔。やばいね、マジで。これ、あのちゃん知ってると思うけど、これはね、もう一回お外へ出してからの、後ろのタイヤがついてきてくれれば、だとは入るんだけど。あ、出ちゃった。許してくれるかな？許してくれたわ。ギリギリなんだよな。ちょっと早かったね。インコースに切るのがね。ザース。いやー、じゃあちょっと今日は早いですけど、早いっていうか、まあ、もう本当はね、ちょっとね、長いことやりたいんだけどね、ちょっとね、眠気がやばいんで、ちょっとやめておきます。ひっくり返っちゃいそう。寝落ちしそう。いや、すいません。あのちゃんありがとうございます。来てくれて。助かりました。お疲れ様でした。はい。じゃあ、お疲れ様でした。はい。ありがとう、またねー。おやすみなさーい。